さて、どうしようかね。ま、こっちなのかな？あ、そうだ、ここになんかあったんだよな。向こうか。竜巻で飛んでいけるわけもなく。あれだ、城の跡って。こっちからじゃなさそうだ。特に何も。ないね。上から？そう、上行けんのかな？あれ行けたっけ？いや、行けなかったんだよな。わお。登って実は先行けたとか。無理っす。なんか可能性あんのかな。
城の跡ね。何もなさそうなんだよな。ここ以外。まあ、一旦こっち行きますか？どこ行こう？多分これダンジョンだよね。一旦ここ行ってみよう。風車南森。あ、睡蓮川だ。絶景か。そこで休んでもいい。今日は。うん？風車回りました。風車じゃない。水車回りました。あ、それでこの扉が開いたのか。あれ今何のアイテム手に入れた？全然見てなかったわ。水蓮画はこっち。地震はこの場所に大きな打撃を与えた。俺のチームはここの小峡谷を越えてダンジョンへの通路を頑張って復旧させているんだ。あと数日したらまた来てくれ。ここは直しておくから。はーい。つまり城の跡も今後開通する可能性がある。なんか橋壊れてたもんね。あ、なんか変なのいるわ。あれ？あ、使えない。痛い痛い。回復してんのか。なんか最後爆発したの。爆発する。何回死ぬんだ。これダメなんだ。このここの浅さはダメなんだ。本当に？
難しいな、その判断。物理攻撃ブーストプラス。あ、こういう看板あるんだな。そこ通れんのかい？うわ、むず。何それ。毒沼やば。5000でかいね。あっつ。ここダメなの？ここいいんだ。あ、そこダメなんだ。危な。わかんないよ。これで通れるとこと通れないとこの違い。まずい。危ない。OK、じゃあ今日はもう帰ろう、ここ。いや、このダンジョン間違いなく毒沼ダンジョンだな。あれ、ユリアンいた？ああ、ユリアンか。ここはちょっと工事中だよって言ってたのがユリアンだ。じゃあ今日は、ここ入っていいんだよね、だからね。毒じゃないから。ここは午後の休息と景色を楽しむのにぴったりの場所だね。くつろぎ度と体力。森の中は涼しい。空気もきれい。ここに座って深呼吸すると、今日は自分のためにいいことをしたなって気分になれる。仕事のメールを開いたまま疲れ切ってソファーで週末を過ごすのとは大違い。空気がムッとしたジムでボクシングのレッスンを受けて週一でリラックスする感じとも違う。故郷にいるときは金曜の晩が一番気分が良かったな。2日間物理的に職場に行かないでいいという安堵感。それはわかる。木々を渡る風や小川のせせらぎに耳を傾けるこの静かでリラックスした喜びに勝るものはないよね。ここにいると違う人間になったみたい。二ほどきして服をクローゼットに入れた時に私の残りの生活も置いてきたみたいな感覚。気持ちがずっと軽い。さて、誰と今日は過ごそうかな。まあ、やっぱハンナを攻略したいから、そのためにはカイとかトラビスだっけ、違うな、サムだ。ここん、サムいないな。サムは割と、カイはいつもいるけど、サムはあれなんだな。毎日いるわけじゃないんだな。ジェって誰だっけ？あ、ジェ会話したことないや。東アジア出身のプレススレイヤー兼 DJ。あ、ちょっとジェでは会話しとこうか。あのお姉さんの斧の扱い方って今まで見たことがないや。
サイン食えるかな。あんなに集中してる人を見るとなんかこっちまでやる気が出てくるよ。いいね、ケリーいいね。ガチで神経全神経を集中させてるから全ての動きが完璧。一晩中見てられる。見学してたらくつろぎ度も高まるよね。ああ、サインはもらえない。じゃあちょっとあんまり個人的には好きじゃないけど、カイト過ごすか。ちょっと待ってくれ君。おい、ティール色のジャケットの人。あのさ、最高にエンジョイするコツを視聴者に伝えるコーナーがあるんだよね。君の人生変わるよ。いい方にね。160万人のカイスターたちが見てるよ。カイトつるんだら私の娯楽度と名声が高まるはずだよね。うん、面白そうだね。いいよ、他に予定があるわけでもないし。それならついてきて。あれ、またここか。カイのチャンネルには100万人以上の視聴者がいるの？カイスターね。160万人のカイスターさ。160万人の最高の天使ってとこかな。どうやって成し遂げたの？どうやってそんな数字を達成するの？自然の流れだよ。まあ視聴者の日常に変化をもたらす超ステーキ級のコンテンツをさらにパワーアップ&充実させるって感じかな。でもそうだ、メインイベントの時間、自撮りモード。待って、これどうやって投稿するの？ここにはスマホの電波が届かないと思ってたけど。うん、ゼロ皆無。正直そこだけは下げだよね。でもね、実はグランドホテルとは美味しい取引をしててさ、ホテルの人が毎晩僕のスマホをどっかに持って行って代わりに投稿してくれるんだ。さてと段階的に説明するね。これは要するにリアクション動画なんだ。僕が最高にエンジョイするコツを伝える。君がリアクションする。それを撮影。最後に2人が写ったサムネを撮影。わかった？わかった、任せて。ナイス。カイ、最高にエンジョイするコツを教えて。簡単だよ。ステップは全部で3つ、プラスボーナスステップだね。ゆっくり段階的に進めていくつもりだから、まずはのびのびと。ノウマのごとく、クラブの人全員に話しかける必要はないけど、話しかけても OK 的な。好きなようにして、主役はみんなだからね。それからアイコンタクト、もっとできるでしょ。空飛ぶハートが欲しいでしょ。それならできそう。わかった、私はノウマだね。次はどうする？次は十分な睡眠をとること。夢を見るようにしてごらん。夢日記をつけるのもいいかもね。心地よい夢を見るように心がけて、楽しい夢を見るような経験を探してみてね。どうやって夢をコントロールするの？仕事以外の夢最高だな。よし、もっといい夢を見よう。どうすればいいの？あのさ、僕は毎晩ヤギの夢を見てる時期があったんだ。そこら中ヤギだらけ。トランポリンのお城の夢を見てると突然ヤギが登場。それがお決まりの展開になった。だけどある日、僕はヘルシンキの近くの森をハイキングしてたんだ。トナカイがいるような森をね。そしたら素敵な老人に出会って、その人が言ったんだ。精神科医に相談するべし。その通りにしたらもうヤギの夢は見なくなったよ、一切ね。最後に、成功した時こそバックアップ案を用意しておくこと。今いる場所がそんなに素晴らしくないかもしれない。次の目的地を持つんだ、二次会みたいにね。ヒンターベルクでいうバックアップ案って何？ここが期待外れだったらどこに行くの？グラウンドホテルには豪華なバーがあるんだ。混んでいなくて招待制だけど、あそこで会う人はみんな討伐に夢中なんだ。番組にぴったりのネタだよ。けどさ、いい素材が取れたよ。言ったでしょ、数字は単純だけど氷のように強固なんだ。イケてるしね。
数字だけにワンダフル。サムネ撮影タイム。あ、もう終わりなんだ。ボーナスステップって言ってなかった？待って、ボーナスステップがあるんじゃなかった？うわ、そうだった。僕たちいつもつい忘れちゃうんだよね。ボーナスステップはやりすぎないでね。だよ、僕の番組を成功させたいなら自分らしくいることが重要だよ。ほう、この後どうなるのか気になるんじゃないかな。メールが何通か届くはずだけど全部無視していいから。楽しかったよ。空飛ぶハート大量発生の気分だ。なんだかよくわからなかったけど、変な話、やる気が湧いてきちゃった。お、攻撃コンジットの追加スロット獲得。あ、これはこれでいいな。最大3つの攻撃コンジットを使用できる。サインもついでにもらいたかったな。さて、あ、結構娯楽上がったね。はい、まあ普通にやるか。今欲しいのは名声だな。今日はゆっくりしようかと思ってるんだ。ヒンターベルクにいて本でも読もうかなって。私は違うね。ダンジョンに行くのが待ちきれない。すごいよね、こんなに早くこの状況に適応するなんて。うん、もう故郷での生活を考えることなんてほとんどない。ヒンターベルクに来る人はそうなるんだ。上辺だけ見るとほとんどの人がただ盛大なパーティーのためにここにいるって思うかもしれない。でもここにいるみんなはある程度魔法がどれほど大きなことか理解してると思う。やっぱりダンジョンに行くことにするよ。ここにいるんだから存分に楽しまないとね。スイレン川行こうかな。ちょっと不安だけど、何回も死にそう。その前にチャーム。なんか手に入れなかったっけ。チャームじゃないのか。装備、その他、これだ。討伐でヒットポイント回復。あ、そうだ。三日月島のスロットに2つ入ってんのかな。入れたっけ。入ってんのか。じゃあいいや。あれ、なんかあんま入れた覚えがないな。よいしょ。あ、これ追加で200なんだ。相当だね。じゃあ最後までこのモンスタークラブやりきるには。違う、こっちじゃない。ここです。ほい、逃げましょう。ちょうどいいくらい。
毒々しい感じはしない。あれ？はいはい、いた。ちょっとかすったな。だいぶ上に来た。お、固定だ。カメラ固定。見下ろし型。なんかありそうだけどね。名もなし。これ魔法どうやんの、どうなんだ。あ、こういう風に出るんだ。怪しい。降りちゃうんだ。あれ、なんもないか。どうなってんだその川は。よいしょ。物理攻撃倍率という謎チャーム。プラ8%か。8%。今50いくつだから。5から4上がる。いや、これ後半になると効いてくるやつだね。今は別にこっちでもいいわ。これでもうプラ4だもんね。うん。いった。よし。あ、こっち行けんな。若干見下ろし側、見下ろし型の戦闘やりにくいかも。まあ慣れなんだと思うけど。こういうことか。あ、これ高低差がある。
どういうこっちゃろ。こう。いてえ。うわ。嘘だ。で、こうか。これジャンプでいける？お、いけまーす。あれ、登れなかった。来た来た来た。よいしょ。怖いな、この先行くの。さあ敵です。あ、違うんだ。大丈夫？これ船壊れない？これ MP がなくなっちゃった。なんでこんな なんか途中なんかあったかな。なかったよね。あすぐ飛び降りちゃう。結構ダメージ食らうな。この辺いときゃいいんじゃない。よし、瞬間移動石ね。移動石か。こう。これどうすんだ。まあ普通にこうか。え？こう。もらってきて。腹立つ。2個運んできちゃうな。よし、危ない。あれ、ショートカットか。ショートカットか。あれ、川を、こっちも壊れたってことだね。なるほどなるほど。また先行けるよと。